トリックオアトリートじゃなくてデッドオアアライブ。もうやだこの世界。このスバ。完成よ。アクアさん、その両手に抱えていらっしゃるのはもしかして。ええ、ハロウィンの衣装よ。自信作なんだから。はい、これはカズマさんの分。これを着て気合を入れて料理を作ってちょうだい。おう、サンキュー。で、こっちがアイリスの分よ。ありがとうございます。とっても嬉しいです。トリックオアトリート、よく似合っていますね。いらなくなった布をもらって作ったから材料費はゼロよ。待てよ、俺だけなんでこんな衣装なんだ。カボチャの格好でカボチャと戦うなんて。まあそういうな、3人ともサイズも測ったようにぴったりじゃないか。素晴らしいです。こんな衣装を着てパーティーに参加できるなんて。アイリス様、かわいすぎる。こんなことなら魔導カメラを持ってくればよかった。お、メグミンたちは着替えなくていいのか。戦闘になる可能性もありますからね。衣装を着て浮かれている場合ではありません。お前、爆裂魔法を打ちたいだけだな。ララティーナも衣装はないのですか。私は仮装した者からの問いかけを受ける立場でいたいのです。カズマ、まずは練習してみたい。試しに私にトリックオアトリートと言ってみてくれ。別にいいけど。トリックオアトリート、お菓子をよこせ。断る。お菓子を渡さないといたずらされるんだぞ。断る。お菓子を持っていないからには仕方がない。く、本当は受け入れたくなどないが、いたずらも甘んじて受けよう。なるほど、こうやっていたずらされるのがハロウィンなのですね。違うから、後でちゃんと説明するから。さあ、さあ、さあ。スンスン、スンスンスン、とってもいい匂いがするわ。カズマ、カズマ、一体何を作ったんですか。クッキーだよ。ハロウィンの定番でもあるしな。カボチャを満足させないとお兄様が食べられてしまうんですよね。心配するなって、絶対に満足させてやるから。そのためにも試食に協力してくれ。わかりました、全力で協力します。まずは私が毒味を。大丈夫なようだな。おお、これはうまいな。チョコの苦味も絶妙だ。ええ、ほんとね、シュワシュワにも合いそうだわ。ですが、これでカボチャを満足させられるでしょうか。カボチャは刺激的な味を消耗していましたよ。確かに、この苦味は刺激的というよりまろやかで普通に美味しい気が。まろやかか、刺激的ってやっぱ山椒とか唐辛子か。この世界にも真っ赤な唐辛子があればいいんだが。真っ赤じゃないといけませんか。ユンユン、どうしてここに。たまたま通りかかっただけよ。それよりもカズマさん、辛いものが欲しいんですよね。真っ赤ではないですけど、食べると痛くなる激辛の植物がある場所を知っているんですが。おお、いいな、使いそうだし案内してくれ。はい、いいですよ。ただ案内する代わりに、私もハロウィン祭りに参加させてください。勝手に参加すればいいじゃないですか、自由のはずですよ。そうじゃなくて、カズマさんやアイリス様が着ているような服を私も着てみたいなって。みんなと楽しみたいの。あら、そんなこと。いいわよ、予備で作った衣装もあるもの。本当に一緒に衣装を着てお祭りなんて
んな時に何を言っているのですか。そう言いつつ、めぐみんも嬉しそうだな。そんなことはありませんよ。そんなことは別に。かぼちゃを撃退して祭りを思いっきり楽しむためだ。ユンユン、案内を頼むぞ。このスバ